ね。ちょっとお久しぶりになっちゃった。こんばんは。まつげ元気です。体調は元気です。ネイル、ネイル、これキャンメイクキャンメイクです。これはキャンメイクもいろんなね可愛い色が出てたんです。ピンク系のやつ。本当はさ、舞台のオットタクシーとかやってる時はその髪の毛とかネイルとかはそう舞台に合わせてあんまりこういじらないようにしてたんですけど、舞台がね、そうなんです、中止になってしまって、そうなので、まあそう夏なのでネイルは再開しました。悲しいけど、でもまあその代わりにねできることがまだまだあると思うので、うん、また次のステップに行きたいと思います。ね、舞台でね久しぶりに会えるっていうファンの方も結構いたと思うんですけど、そうね、お話し会とかでねそうやって言ってましたよね。舞台で次会えるねって。そうだから悲しかったけど、ハード外れた。あね、ハードありますよね。私初めてだからなんかどんな感じかわかんないんですけど、でもすごいそれでファンの人には会えますよね。楽しみ。ハード投げるのかな、ね、楽しみ。あ、ハードちょっと待って、ハードじゃないよ、波動か、波動だ、波動だ、波動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 だ、波動、間違えた、恥ずかしい、聞き逃してください。波動、波動だ、波動、波動、波動です。バード、波動、そうそう、波動、波動ですね。波動がそう初めてで結構動くんですよね。そう動くのは好きなんですけど、どんな感じなんだろう。うん、ゆうゆうネイルしてる、してる。そう、これかわいいんですよ。どこだっけ、急に忘れちゃった。ここでこっち探ってもわかんないや。うん、スナイデルさんかリリー・ブラウンさん、どっちだっけ。スナイデルさんかな、スナイデルさんかな。またまた来ます。また来てインスタグラムに載せます。その時にタグ付けします。お気に入り。そう、髪の毛トゥルトゥルなんですよ。ストレートパーマかけたらトゥルトゥルになりました。ツヤンツヤン。見て、すごい、天使の羽、天使の羽じゃないけどなんていうの、ツル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 、テカテカ。チームビーン、ビーミン
曲の、なんだろう、あ、残念少女見かけと違うのよ心の中ふいふふふいふふとなんだろう、チーム B 公演は皆さん何の曲が好きですか？ブルウォッチしてる。これはね、もうね、相棒です。なくてはならない。そう、プレゼントでいただきました。誕生日に。そう、嬉しい。ね、本当に嬉しいです。実用的なもの、いいですよね。ナタシャ、君の名前を何度呼べば届くの、絶望の鐘のタタタ、君がいるはず。初日いいよね。うん、夏のキスはずっと残る、鏡のその中に映ってる。初日も好きです。なんだっけ、応援ね、出たい。でも早く覚えないと。筋トレ、そう筋トレね、そうなの、覚えないと出れないんだよね。電車の中に眉毛忘れてた。ひどい。ちょっと眉毛ね、眉毛あるはずなんですけど、ほら見て、しっかりあるよ。私眉毛はね、あの ほぼというかもう全然いじってないので、あります。眉毛、眉毛ある。でこでこっぱち、眉毛あるよ。眉毛はもう自然派です。でこ、でもね、光に飛ばされてちょっと色が薄い。そうなの、形変わってない。色白くなった？え、嬉しい。そうかな、でも気をつけてはいます気をつけてはいます。やっぱね、もうね、焼けたくはないんですよ。焼けやすいので。うん、日傘は差します、絶対差します。あとサングラスもします。日焼けの薬も飲みます。スタバの新作飲んでない、飲みたい。でもね、スタバは私コーヒーが好きなので、まあよく一杯はまあいけないですけど、スタバさんでも好きで行きます。割と好きです。ご褒美として行ったりします。うん、サングラス今ね、近くにない。髪伸ばしてる、伸ばしてるよ今。ハーフアップはできる。ちょっとこう、そう。コンビニのコーヒーもね、飲みますよ。好きです。うん。ブラックが好きなんですよ。なるちゃん今日復活した？おお。やった。よかった。体調がね、良ければ良いです。ひーちゃんも。よかった。ブラック飲める、ブラック好き。そう、カフェラテもまあ美味しいですけど、そうなんです、ブラックが好きになったらもうブラック飲むようにしてます。そう、
そう、値上げしたんだ。あ、ゆきりんさんね、ゆきりんさん大丈夫かな、心配。ブラックはね、真面目理学園のドラマで、リリーの役がブラックコーヒーを飲む役で、そこで初めて飲んだんですけど、その時飲んだ時は、美味しいっていう美味しさ分かんなかったけど、でも苦くて、これがコーヒーなんだなって思って、でもそこから、なんかね、糖分とかさ、やっぱね、カフェラテとかはあるじゃない、糖分はないけど、ミルクで、そう、もともとコーヒー飲む習慣がなくて、でもコーヒー飲んでみようと思ってブラック飲んでみたら、割と飲めて美味しいってなって、そっから飲むようになりました。そう、結構飲みます。そうなの、なんかカフェインが入ってるからさ、目も覚めるし、そう、いいのか分かんないけど、そうなんです、なんか気合が入る、ふっ、そうそう、だから、そうなの、藤岡くんの恋に無駄口でご一緒した藤岡くんのお父様が藤岡さん、藤岡さんのコーヒーをいただいて、そうなの、美味しかったです。いつもね、楽屋に持ってきてくださってて、前も言ったんですけど、そう藤岡弘さんか、そうなの、藤岡弘さんのお父様がコーヒー、そうそう、仮面ライダーのコーヒーを差し入れしてくださって、そう、スタッフさんとかも喜んで飲んでました。私もね、飲みたかったんですけど、そう、本格的なやつ、あのドラマの時はね、撮影中はやっぱね、こうちょっと気にして飲めなかったけど、でも後日にインスタントバージョンいただいたりとかして、そう、くださって飲みました。美味しかったし、まだあります、まだある、うん、お父様にはお会いしてないです、藤岡弘さんにはお会いしてないんですけど、そう、藤岡くんが差し入れで持ってきてくださってって感じですね。うん、美味しいよね、コーヒー。でもね、ハワイの粉コーヒーっていうのも美味しくて好きなんです。違いの分かる女になってしまったか。違い、どうなんだろう。でもなんとなく分かるかもしれないです。なんか、あ、深いとか、深みがあるとか、なんとなく。そう、あれ高いんだよ。そうなんだ。でも美味しいもん、確かに。うん。粉コーヒー、そう、ハワイのコーヒーなんですけど、なんかね、香りがいいんですよ。なんか私もそんなすごい詳しいわけじゃないんですけど、でもね、粉コーヒー、なんか一回こう撮影の時にコーヒーがあって、それを飲んで、たまたまこうあったから飲んで、そしたらすごい美味しくて、え、これ何のコーヒーですかって言ったら粉コーヒーで、そう、っていうのが2回ぐらいあったのかな。で、あ、粉コーヒー好きなんだなって思いました。っていう。あ、カントリーマームあるよ。カントリーマームね、またね、ゲットしたというか、いただいたんですよ。そう、持ってこようかな、じゃあ。ちょっとここから離れる。一瞬、さらば。
足しびれた、足しびれた、ちょっと待って、足はね、よくしびれちゃう。で、持ってきましたよ。ないじゃん、持ってきたと思ったの。ないじゃん、ここにないんかい。もうなかったんです。なんか全然違うもの入ってました。お水が2本入ってた、あると思ったのに。ということで、でもこれ持ってきた。じゃん、これは17期生のそらちゃんが草津温泉でね、そのエイリーオグリの事件簿っていうドラマを撮影させていただいたときに、17期生のそらちゃんもね、撮影参加してたんですけど、そう、それでね、これをね買ってきてくれて、差し入れで、差し入れというか私にお土産で。そう、まだ食べてない、もったいなくて食べてないんですけど、そう、まだでも大丈夫なんです。日付は、うん、大丈夫、10月までだ。これはどうやって食べようかな。なんかでも一人でこれ食べたらなんかもったいない。お姉ちゃん、お姉、家族で食べたりしようかな。じゃあ、嬉しい。今は食べません。うん、今食べません。波動は初めてです。今年は22、違うよ、次21。でも最近さ、ラビットとかでもね、ご飯、鎌倉で朝食食べさせていただいたりとか、結構なんかすごい食べてるシーン撮ってる気がする。でも私食べてる時すごいいい顔してる気がする。美味しいから、本当にもう幸せそうな顔してる。そう、食べ方いい、嬉しい。それはでも、そう、ハッピーです。もうハッピー。うん、また行きたい、ロケ、もぐもぐロケ行きたいね。え、本当に美味しかったんですよね。そうそう、バンジー、うん、金曜日の出演、そうだね、いろいろね、そう、そう、突破ファイルさ、次回かな、次また告知しますけど、突破ファイル出演させていただくんですよ。嬉しい。
もう撮りました、撮影はしました。そう、 ANA さんでまた出演させていただいて、またあのアナの洋服着て撮りました。うん、実はねあの撮影本当テレ東さんのそのアナの撮影させていただいた前日かな、でだから私2日連続で CA さんの服着させていただいて、そうなんかびっくりしました、あれ CA さん、私 CA さんだっていう嘘なんですけど、嘘というかそうそうダメなんですけど、そうなんです、2日連続で嬉しかったです。でもなかなかそんなさ CA さんの服を着させていただけることなんてないですから、そう嬉しかった。うん、シエニア嬉しい。お姉ちゃんはシエではないよ、一応アナのスタッフさんなんですけど、うん、シエはキャビンアテンダント。うんうんうん、そうそう、あ、待ってタワー来てるだ、すごい気づかなかった、気づかなかった、あるかな、まだあるかな、まだある、タワーの人わかる、わかんない、いつの間に気づかなかったよ、誰だろう、鈴木ちゃん、鈴木ちゃんかな、鈴木ちゃんありがとう、ありがとうございます、タワー、東京、東京、前髪、前髪邪魔、邪魔、誰が見に来てるかなーってここで見れる、壇上いろんないっぱいいる、すごいいっぱいいる、嬉しい。でもね、わかりますよわかりますよってね、名前見てわかる人わかります、いつも来てくれてる方はわかる、初めての方も嬉しいし、うん、嬉しい、わかる、ピピピピピ、見られてる見てますよ、見てます、見てます、いろんな人見てます。おー、下に行くと色、おー、すごい待ってすごい、本当にいっぱいいる、いろんな方がいますね、恥ずかしい、待って、こんなにたくさんの方に見てもらってるの恥ずかしい、すごい嬉しいけどすごい恥ずかしい、すごいですね、私見えますよ、ここはあの壇上の人もね、もちろんなんですけど、すごい、うん、ちょっと顔が真っ白ですけど、
うん、今更すぎるすいません、真っ白。うーん、最近 AKB の曲、まあ、今までずっと聴いてたんですけど、最近ね、なんかあの他のアーティストさんの曲も聴くようになりました。いろんな曲、そう、なんだろう、いろいろ、なんかヒットランキングとかでいろいろ聴きます。そう、平井大さんとかも好きですよ。そう、あとなんだろう、でも今流行ってる曲とか結構聴きます。そうミーハーってなっちゃうのかな、わかんないですけど、でもその今トップランキングの中のやつとかやっぱ聴いちゃいます。うん、流行ってるのはね、そこで知れるからいいですね。 TikTok の曲とかも好き。うん、ドライフラワーとかもいいよね。わかる。ゆうりさんの曲いい。ん？ねっちゃん。ねっちゃん。ねっちゃん。ありがとうございます。東京。嬉しい。他のアーティストさんの曲もね、歌いたいけどさ、多分ダメじゃん。バンサル。あ、バンされてしまうでしょ。私聞いちゃうよね。歌った瞬間さ、バンって消えたらなんかすっごい恥ずかしい。ゆで卵みたいにいいですね。やだ。それ褒めてるの？褒めてないでしょ。ね、今ね正座みたいな足してたんですけど、足がしびれてもうダメだ。ちょっと前髪を、足がしびれたた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 たその袖口まくって太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え、かゆい、青い波打ち際で君と会いたい、裸足の水しぶきを似てる風の中、君が走る砂の上を似てる、振り向いた君の笑顔始まる。やった、イエーイ。一人フリーポニッシュ。さあ、確かに今下歌ったね。あの上歌うとさ、ちょっと声大きくなっちゃうから、そう、なんだろう、あとカチューシャ、カチューシャもいい。カチューシャ、真夏のサウンズグッドもいいよね。チチ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 
水着の上外しながら寝そべえた。大胆な君の一言が雨たるい匂いがした。どこまでも青い海と空、僕たちの関係に似てる。水平線は交わってるのに、そう今はまだわがままな妹のようさ。真夏のサンスクつぶやきながら次のステップへ進みたいね。恋のカリキュラム波音さんつく心が騒ぐよ。去年よりも僕は本気になる。 Yes! イエイエイ。すごい高いからさ、そう裏声で歌ってしまいました。あれっきりこれっきりそんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれっきり会ってない。このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて、好きでいたい。あうんうんうん、ハートいっぱい。好きだ好きだ好きだ。ちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃん。恥ずかしさ気にしなきゃ。世界は今よりもバラ色だ。本当はの本当世界は今よりもバラ色だ。本当の人の目どうだっていい、関係ないだろう。全部無視するぜ、好きだずっと言いたかった。この胸の思いを道路の真ん中で叫ぶ。好きだ好きだ、そう君が好きなだけだ。好きだ好きだ好きだ。そう、自分の歌終わり終わったら一気に歌が分かんなくなりました。ごめんね。ダンス覚えてますよ、もちろん。踊りたい、踊るのはやっぱ好きなので。
です。嬉しい、かわいい。ポチ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 、歌配信、歌でもねすごいアカペラなのですごく全然本格的じゃないんですけど、ただノリで歌いたいなって思って歌ってます。遊びに来た、やった。最近はね、そう筋トレね、筋トレ、そうやっぱ体をね、そう、うん、やっぱ舞台がさ今まであったので、その舞台がまあなくなってしまって、その分やっぱこうそこにあ、うん、なので体を動かす機会が今なくなっちゃったので、今、まあ、これからあるんですけど、ちょっと先にだからリハーサルとか入ってくるんですけど、そう今時間がある時に筋トレしたりとか、うん、なんか自分の時間を使いたいなと、有意義に、ビューティフルしてます。そうね、なるべく私もこのアップルウォッチさん頼って何歩歩いたかっていうのを毎日やってます。何歩計、今日は8000ぐらいだ、8645。ダメだ、 1万本当は行きたいんですけど、割と歩いたはずなんですけどダメでした。1万行きたかった、少ない、ね、言わないで。そう、やっぱさずっと歩いてるわけじゃないからね、まあいろいろあるじゃないですか。そう、ランニングはしないです、あの歩きます、うん、ナナさんのねコンサート行きたかったけど行けませんでした。時計はやっぱもう万歩計見たり連絡取ったりですね。そう、今日その娘演技良かった、嬉しい嬉しい。美優役務めさせていただいて、もうね明日最終回なんですけど、私はね、まあ、1話のゲストとして出演させていただいたんですけど、そうですね、でも確かにこのまあ美優っていじめる役ではないんですけど、ちょっとこう友達を脅迫してこうねお金をゲットじゃない、お金をこう稼いで、稼ぐじゃないか、お金をもらって、脅迫してお金をもらって、そのお金でなんとかねみんなと合わせるようにアクセサリー買ったりとかおしゃれしたりして自分をこう形を作っていくんですけど、でもその裏があってね、親がちょっと病気でみたいな、そうただこう脅迫して意地悪な子じゃないっていうのが、そう、みえちゃんのいいところなんですけど、いいところというか注目ポイント、ただの脅迫する友達じゃないっていう、ちゃんとその子にも理由があるっていう、まあでも誰でもそうですよね、そう誰でもではないか、そうこうただ脅迫するわけじゃなくて、その人にも理由があるというか、 そこの時はすごく、うん、脅迫するのもすごく難しかったし、人をこうね
怒ったりとかやっぱしないするしないですよ、しないですよね多分、まあ、アイドルとかはね周りのみんなしないと思うんですけど、しないから分かんなくて全然。だから本当に練習じゃないですけど、たくさん演技動画見てちょっとこうね脅迫じゃないけどちょっといじめてるとドラマとかシーンとかのやつを見たりして、なんとかこう様子を見て、でもその中で自分なりに落とし込んで作ったんですけど、そう。でもそういう役脅迫したりとかこうちょっと髪友達の切ったりいじめる役ってなかなかしないから、今まではこうキラキラする役とかかっこいい役はやらせていただいたんですけど、そういう役は初めてだったので、すごい大丈夫かなっていう不安とかはあったんですけど、でもすごい監督さんにいっぱい指導いただいて、すごい難しかったけどでもやりがいがあったというか、そう、新しい自分じゃないですけど役としてミュとして演技ができたので良かったなと思いますね。いつもと違う感じで、うん、うん、で次はね、あのパパムス、そうなんです、パパムス、TBS さんのパパムスに出演させていただいて、リツコ、中山リツコ役という友達役なんですけど、明るい友達役で、そう、今回もねまた明るい役で、逆に私こう明るい友達役っていうのをそれもまたやったことがなくて、私そう演技経験はそんなにたくさんないのでいろいろ初めてが多いんですけど、そうなので、うん、明るい友達って意外と難しいなっていう、そう、普通だからこそ難しいっていうのがあって、逆にそのうん、だから明るい友達、今時の明るい友達な感じ、今時の JK 高校生の明るい役だったんですけど、そう、今時ってなんだろうとか、普通の女子高生ってどういう雰囲気なんだろうとかいっぱい考えたりとか、まあ、検索したりとかしましたけど、うん、でもあの私なりにもう自分で、ね、イメージして努めたので、ぜひ注目してほしいなと思います。グッサン、グッサンタワーありがとうございます、東京。でも演技するのはすごく楽しいです。うん。アイドルの活動も本当に、アイドルの活動も本当に好きで、本当ステージ立つと、ああ、私って、本当にこの歌って踊ることが大好きだなってすっごく思うんですよ。で、ファンの人と、こう、いっぱい目合わせたりとかして、そう、ああ、楽しいなってすっごく思う。そういう、ね、活動もできるの幸せだなと思うし、こう演技するのもすごく、なんだろう、また、ね、まだ全然演技に関してはその始めたばっかなので未熟ではあるんですけど、でも未熟ながらにこういろいろ周りの、ね、演技されてる俳優さん女優さんとやられたりして、いろいろやっぱこうグループではもちろんこうグループでやってる活動と全然違うので吸収できない、また違う吸収がいろいろあるので、そう、すごくねどちらも本当に楽しいんですよ。だからねどっちも頑張っていきたいなと思います。足がしびれた。
そうですね。でも本当にこうアイドルもして、演技の活動もさせていただいたりとかで、ラビットとかバラエティも出演させていただいたりとか、本当に幸せだなって思います。ありがたいなって、嬉しいです。本当いろいろやらせ、嬉しい。足痛い。なのでね、いろんな、まだまだ私もいろいろね、最近いろんな初めてのことしましたっていろいろ言ってるけど、本当にね、全然まだまだ初めてなことがいっぱいなんだなと思ったので、そう、まあもちろん、いろいろ挑戦して、いろんな小栗結衣としても力をつけていきたいなとは思います。しびれた。拍手、嬉しい。 AD オグルもよかった、嬉しい。ありがとうございます、優しい。いやでもね、そう、まあ、その全然、まあ現状の自分はまだまだなんではあるので、もちろんもっともっと成長していけるように、まだまだもっともっと頑張っていきたいなと思っております。でも皆さんのね、本当に皆さんの応援のおかげでございますのでそう、なかなかね、とは言いつつお会いできてないんですけど、でもこれから会える機会がイベントとかであるので、それをね、楽しみに待ってますし、待っててもらえたらなと思います。お会いできないね、ですけど、でもまあそのテレビだったりとか雑誌だったりとかの活動でもこう会えない分も頑張れたらなとは思います。活躍できるように、お話し会とかもねあるので、そういつも来てくれてる方はもちろん来てほしいなと思いますし、そう、来たことない方もぜひ来てください。待ってます。何でもいいので話しましょう。身長、握手会ね、8の日サンリオピューロランドでねやりますよね。やった、嬉しい。サンリオ、私今何分やってるんだろう、ショールーム時間見てなかった。初訪問の方がいっぱいいる。こんばんは、小栗結衣です、はじめまして。50分、お、そんなやってる、割とやってた、すごい。でも皆さんあれですよね、明日もお仕事ですよね。そうだからね、そろそろ切り上げますよ、切り上げますね。皆さんまた明日もお仕事とかねいると思うので、いるっていうかもう基本そうですよね、平日だから。
綺麗なハート作れる。ハートいっぱい作れますよ。あとなんだっけ、これもか。何作ったっけ、これ。いっぱいある。そうそう。でも久しぶりにショールームできてよかったです。そうね、やっぱり会えない分こういったショールームとかまたしたいなと思います。でも皆さんまた明日お仕事だったり学校だったり、まあ、お休みの方ももしかしたらいるかもしれないんですけどね、やっぱね残業とか、残業いや夜から夜遅いお仕事とかいろんな方がいらっしゃると思うんですけど、また今日も今日明日頑張りましょう、一緒にね。配信見てくださってありがとうございました。またあのなんだろう、あ7月26日24時58分からパパと娘の7日間が始まります。それぜひ見てくださいあとはあとまああの告知します SNS とかで、なのでぜひまた SNS も見てください。ということで壇上を読むので、ね皆さん明日もあると思うので早くお休みくださいありがとうございました。ということで壇上の方見ますね。壇上じゃない方も見えているけどありがとうございます。13位、立山県札ミニオンさん、ありがとう。たけちゃん、たけちゃん、たけちゃん、ありがとう。ひなとうさん、ありがとう。で、12位、かずですさん、ありがとう。9位、ドクタータケさん、ドクタータケさん、ありがとう。8位、東京のスワンさん、ありがとう。7位、とっちゃん、ありがとう。6位、ショートさん、ありがとう。5位、グッさん、ありがとうございます。4位、ねっちゃん、ねっちゃん、ありがとう。3位、鈴木ちゃん、ありがとうございます。そして2位はマットさん、ありがとう。そして1位はいないぞ、1位がいないぞ。誰だ誰だ誰だ、うん、1位分かる人で見たくない。1位誰だろう、こんバイバイ、あ菊五郎さんか、ありがとう、ありがとうございます。菊五郎さん、ありがとうございます。優しい、教えてくれた皆さんありがとうございます。ということで見てくれた皆さんもここ見えるよ、ありがとうございます。すごいいっぱい、ありがとうございました。ということでまた配信します。皆さんも早く寝てください、明日に備えて。では配信見てくれてありがとうございました。またね、おやすみなさーい。